よもぎ田岳は、阿武隈高地に属する標高952メートルの山である。福島県石川郡平田村、スカガ市、郡山市の境界に位置する。阿武隈高地では、珍しい独立峰であり、古くは霊峰として知られ、現在は眺望の良さやアクセスの良さから登山者が多い。東北百名山の一つ、一等三角点を保有している。 よもぎタという地名は、坂の上の田村マロによって名付けられたとされ、かつては山岳信仰の対象であった。極めて過酷な修行が行われ、女人近世でもあった山には、寒府、ねじめ神社が現存し、日本穂高と猿田彦命が祀られている。阿武隈高地をよもぎタだけに向かって歩く修験者の松松が太平洋で漁をしていた漁民たちの陸の目印となっていた。 ともされ、茨城県北部や福島県浜通りの漁民の中には、よもぎタ沖というよもぎタ岳への信仰が生まれた。もちろんこれは、道案内を司ると言われる、サルタ彦命を崇拝するものである。同じ理由から、岩岸川にあるニヤ山も信仰された。また、石川郡や岩瀬郡、浅霞郡、田村郡などの広域で、よもぎタ岳を水分神として崇拝していた。 北西にある、郡山市のビッグアイより望むよもぎた岳は、阿武隈高地に属しながらも、山の周りがなだらかな勾配であると同時に、山自体も標高が高いため、独立法とも見られる用紙である。このため、平田富士とも呼ばれる。標高の割には、登山難易度が低く、眺望も良いことから、福島県内では、登山人気の比較的高い山である。山頂からは、 アズ連邦、アダタラ山、バンダイ山、那須連邦、阿武隈マコーチ、ヤミゾ山系、太平洋のみならず、天候や気候次第では、筑波山、日光の南大山、女体山、富士山の山頂部も見ることができる。山頂には、地上デジタル放送の中継局が設置されている。平田村は、テレビの送信所がある、郡山市から、岩木市の間の山と山の間にあるため、 ヨモギタ岳はアナログ放送時から平田村や周辺地域のテレビの受信に大きな役割を果たしている。いずれの登山口も麓から1時間半から2時間で山頂に到達できるが、郡山市や須賀川市から入山した場合は岩や沢を通る必要があるため多くの登山者は平田村川を利用する。ジュッピアランド平田には大規模な駐車場があるほか、 よもぎた神殿とタモ神は郡山駅から福島交通よもぎた駅バスで向かうことができる。ありがとうございます。